どうもおまっとさんでした。平八郎でございます。今日はちょっと場所を変えてですね、蒲田のギリシャ料理屋スピローズさんをお借りして、撮影させていただきます。というわけで平八郎放送局始まって以来のゲストになります。これはメディーナ大江さんでございます。すみません、お邪魔します。お願いいたします。ありがとうございます。いやよくお越しいただきました、はい、自称ライオンズ大好き芸人コルメデラ大江と申します。大江さんです。嬉しくてしょうがないです。マジっすか。もうこの番組に出るために芸人始めてるのともらいますか。マジですか。はい、芸歴3ヶ月ぐらいですか。じゃあ違います、今19年目なんですもう2003年デビューなんで、2003年からヘイちゃんがこういうチャンネルやってくれて嬉しいなってずっと願ってて、やっとそのチャンネルが開設し、そしてやっとこの番組に進んできたということで夢が叶いましただそうです。皆さん、いや苦節19年、苦節19年、ようやく。いやでもちゃんと見てますよ僕も。本当ですか。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いです。僕もやってみたいなっていうライオンズ YouTube。 マジっすか、はい、じゃあこれよくよくはちょっとライバルチャンネルになる可能性があるってことですか。いやか、たまに出てくるおじさんみたいな使ってくんないかなみたいな。いやいやいや、ありがとうございます本当に。イラストとか描いてるじゃないですか。あ、そうっす、はい、描かせて一応ね。いや 夢としては、はい、へいちゃんのイラストで僕が、はい、西武の色を着たイラストを描いてほしいな、はいはい、全然描きますよ、はい、お願いします。ほぼあのこれなんてギャレットと一緒ギャレットだ、出た、ギャレットだ、髭の短いギャレットいやいや、ありがとうございます。いや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 、楽しみ。でまあ大江さんはですね、吉本興業所属のお笑い芸人やっております。埼玉県出身でございまして、はいはい、なので一応ライオンズ推しでございます。細かすぎて伝わらないモノマネも見させていただきましたよ。マフィアシティ。マフィアシティ。マフィアシティ。あ、出た出た、本物が。マフィアシティ。マフィアシティ。検索していただければ出るんじゃないかな。あの広告。すごい見ちゃいますよね高橋さんがあれは僕あれ見て感動しましたよ。あ、本当ですか。はい、あ、これバズったなと。いや結構反響半端じゃなかったです。ですよね、あれでバズって、はい、正直僕の平八郎放送局やるにあたってちょっと呼びづらいなと思いました。全然逆にバズっちゃって、うわこれちょっともうだいぶこういっちゃったなと思って。一応蒲田ですよね、はい、劇で言ったら、はい、蒲田はだってね、マフィアシティなんですよどっちかっていうとおっしゃる通り、ね、日本のマフィアシティ。そうそうそうなんです、はい、そうなんです。もういつでも呼んでください。あ、マジっすか。あ、ありがとうございます。なぜまあ僕と大江さんがこう知り合ったかというと、はい、大江さん実はあの音楽活動とか、あ、そうです、ラップもやってらっしゃってて、はい、CKJ って名前で、はい、ラッパー活動もさせていただきましてですね、はい、その流れで、そうですね、ヘイちゃんと、はい、まあ、僕の方も実は音楽活動を大江さんと出会った時やってまして、昔は太田クルーというグループだったんですけど、その後に組んだグループでイベントがその時に対バンというかライブイベントで出会って、でその後僕と大江さん仲良くなって連絡先交換して、うん、僕の友達がやってるイベントでフリースタイルダンジョンをちょっとパロディ化したイベントをやるってなって、はい、大江さんに声かけたら、もう心よく2つ返事出ていただいて、そうですね、で、ぶつかってで僕が勝ったと。大江さん、その時も確かライオンズの帽子かぶって出られてたんですけど、はいはいはい、俺が、お前が他の球団の帽子かぶって番組出てんの知ってんだぞみたいなパンチラインかましたら、それで僕が勝ったと。あ、そうでしたっけ。そうですよ、忘れないでください。ちょっとなんでしょうかね、パチンコもラップバトルもそうですけど、自分が負けた時のこと全く覚えてないっていうねなるほど。俺でもあのポップスタイルダンジョンで覚えてるのが、はい、なんかあのハロウィンのイベントで、はい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 、仮装しておいでよみたいな告知の画面になって、はい、で僕はあの仮装してラップバトルするもんだと思って、はい、あのガチャピンの衣装を着て仕込んでたんですよ、はい、そしたらお客さんが仮装するイベントでやばって思って、俺もガチャピンのメイクしちゃってやばと思って、1回戦の相手も全く同じ趣旨で来ちゃってて、はい、1回戦仮装仮装で戦ったんですけど、はい、まさかの、 あのガチャピン対ガチャピンだったんですよ、まあ、そういう縁もあって。そうですね、もうかれこれ5年ぐらいのお付き合いですかね。そうですね、はい、でまあちょっとコロナ禍でなかなかちょっと連絡も取れなかったんですけど、まあ、僕の友達を介して連絡をくれて、この動画見てびっくりして、はい、もうめちゃくちゃ面白いことしてると思う。で、俺も出させてくれよと大江さんが言ってくれたんで。いや出たいっすよ。そで、この場をちょっと作らさせていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
大江さんはなぜライオンズファンに？もともとは埼玉県出身なんで、はい、当然のように青市が流れてるじゃないですけど、やっぱテレビ埼玉でいつも試合やってたんで、はい、ライオンズのアワーって。ああやってますよね。そうだ、埼玉はやってるんですよ、ね、めちゃくちゃ古臭いテロップで始まるんですけどそれでライオンズ好きだったっていうのもあるんですけど、はい、で高校の先輩で平尾さんっていう方がライオンズに入って、はいはいはい、まあ、阪神からライオンズに入った時にもう一度ライオンズファンに戻ってとか、そういうような感じですね。え、一時じゃ阪神ファンだったの？あの野村さんが大好きで、野村監督とか落合さんとか大好きで、はい、ああいうちょっとこう、なんでしょうかね、まあ、違う角度で野球を見る見方っていうのがすごい好きで、で、まあ、基本的には12球団めちゃくちゃ大好きだったんですけど、はいはい、ある時にオーディションでテレビの、はい、12球団ばーって喋ってたんですよ、はい、そしたら、うるさいなって、どっかに絞った方がいいんじゃないって言われたんですよ、その知識あんの分かったから、気に入って、ゴミみたいな目で見られて、12球団詳しいことで。だから1個に絞ったらって言われて、はい、その時ちょうど吉本に、はい、あの石井和久さんが吉本に入った年だったんですよ。はい、ああ、はい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 。だから元ライオンズだし、このタイミングでライオンズファン勉強し直したら、はい、絶対仕事入んじゃないのみたいなアドバイスもあって、ライオンズをまたちゃんと勉強し直したんですよ。なるほど。じゃあビジネス感覚で一旦、最初ビジネスライオンズ、ビジネスライオンズファンだったんですけど、はい、3ヶ月ぐらいでただのライオンズファンに山戻っちゃって、そうなんですね。そっからもうほぼほぼ毎試合全球見てますね。全球、はい、キモいっすね。いやいや、キモいっすよキモライオンですよ俺あ、そうですか。ライオンズでいうと田村選手出るじゃないですか、中継ぎ。あ、はいはいはい、田村一郎選手が出てきた時は、はい、あの最初の打者はあのスキップで飛ばしますけどね大体ファーボールじゃあそしたら今年の2021年のライオンズの前半を見て、うん、どうでしょう。僕は記憶にございません。記憶言いたい気持ちは分かりますけど、ちょっとね、はい、やっぱプラスにいけたらね、貯金がっていうなってから強いと思うんですけど、はい、貯金になるために14回ぐらいチャレンジして失敗してるんですよ14回ぐらい。でも6月末までは本当に5割付近をずっと、はい、そうですね、うろちょろうろちょろしてたんですけどね。首位との差は長くて4ゲーム差ぐらいだったと思うんですけど、4月のあの5連敗が痛かったですね。痛かったですね。4月の頭のオリックス3連敗の、そう、最大 3.5 ぐらいまであそこに行ってたんですよ。そうなんですよ、うん、あそこがきつかったですね。やっぱ首位にやっぱ3立て食らうと全球団に迷惑かかるんで全球団に迷惑かかるっていう発想がやばいです。で、あの日ハムの地方球場での2連戦、はい、雨 の, あの平選手がダメになっちゃったんですけど、あの2連敗やっぱきつかったっすね。で、つまりそこのマイナス5がそのまんま、前半戦を物語ってマイナス5でターンしてるんで、いやー、やっぱちょっと厳しいなぁと思いました。でも前半戦、はい、僕やっぱペナントレースって毎年、はい、同じような戦いしちゃダメだと思ってるんで、ほうほう、つまり去年活躍した人がそのまま同じ数字出すってことはほとんどないと思ってるんですよ。そうですよね、それはそうなんですよ、はい、それができたらそれは超一流なんです、うん、その数が多いのがソフトバンクの選手だと思ってるんで、はいはい、それ考えるとライオンズって結構例えば去年めちゃめちゃ良くても今年ダメみたいな選手とか結構いるじゃないですか。います、います。って考えるとそれに期待しすぎてもう固定メンバーで勝負するとやばいなと思ってた中、うん、まあいい意味ですけど、はい、主力の人がスタートで遅れたり、うん、そうですね、外国人選手がスタート遅れたりしてたんで、はい、そこの穴を誰が埋めるんだろうってところでライオンズって埋まるんですよね。確かに毎年かしてくる、あの大型選手はあの楽天銀行に行く。そうそうそうなんですよだから、うん、穴埋めカルチャーはもうできてるんですよ。穴埋めカルチャーね、そうなんですよ。そうなんです、絶対あの人が来年抜けたら俺そこ取るんだっていう意識でやってる以上は、はい、ね、下がね、うん、やっぱ単純にウーメンっていう選手、そしてアイト選手、この2人、はいはいはい、あとやっぱルーキーの若林選手、この3人が野手としてやっぱりちゃんと血の入れ替えに参加したってことが何よりも財産だったと思うんです前半戦は。もうおっしゃる通りです、うん、で若林選手が固定され始めた時にあれ、え、昔のライオンズやん、走る走る、隙のない打球、ヒットフットゲットの時代ですね。ヒットフットゲット、東大寺政権の頃のその頃を彷彿させる、彷彿させる。ほんでいないと、うん、
まあ、先発陣が不調なんじゃないかって言われたけど、先発陣も序盤は頑張ってた。頑張ってました、ね、もちろん中継ぎ陣も頑張ってた。あれこれ強えぞ、強えじゃんってなった。なったんですけど、若林選手が離脱した時に、はい、やっぱりあの野球ができなくなったのが一番厳しいですよね。そうです、怪我しちゃった、ね、だって20盗塁って未だにですよ、離脱して1ヶ月以上経ってるのに、はい、未だに若林選手盗塁王なんで、ね、いうことは1回でとんでもない数字を叩き出してたってことなんですよ、うん、若林選手が抜けたことによって、しかもコロナで、あの交流戦で源田選手抜けちゃって、はい、足の速い選手がもう軒並みスタメンからいなくなっちゃった、はい、で二遊間もあの外崎選手がいない、うん、ショート源田選手もいないって中で、はい、やりくりしてたんで、それでもずっと5割でやってたんで、これは結構戻ってきたらあるんじゃねと思ってた中の7月の俺っていうのが痛かったっていうだけです。あれがなければね、ちなみにトータルで見てたら、はい、すごく面白い野球やってますよ。そうなんですよ、まあ、でも言ってもまだ首位とは 6.5。 そうなんですよ、 6.5 なんで、しかも首位がオリックスですから。うん、そうなんですよ、オリックスだからって。この1ヶ月間で勝ち方とか忘れんじゃねって思うんです、オリックスが。このオリンピック期間中に、オリンピック期間中にあれどうやって勝つだっけとか、はい、僕がオリックスの選手だったら、この1ヶ月間やっぱりちょっといい気になっちゃってる。あー、わかる、確かに、うん、優勝して給料上がるでしょ、はい、じゃあ今のうちちょっといきなりステーキでいいステーキ食おうかなじゃないけどいきなりステーキ買い、やっぱりこの勝ち続ける難しさを知っている球団っていうのはぶっちゃけソフトバンクしかいないんですよ。あー、なるほど。だからこのオリックスがこの1ヶ月であのオリックスに戻ってくれたら、あの時のオリックスに、これはいいハンデなんじゃないかなって。なるほど、なるほど。まあ、じゃあ後半戦の話はちょっとそっと置いときましょうか。次回ちょっと待って、これ何本やるんですか。もうちょっと取れるだけ取りたいな。だってこれ最初この1ヶ月間これで埋めようとしてません。バレました。ね、全然いいです、僕は好きなだけ喋れるんで。告知1個いいですか。あ、告知してください、よろしくお願いします。いや、僕実は、はい、今年ね、吉本と西武ライオンズがコラボしてイベントやってるんですよ。おおおお、はい、やってますね。はい、SDGs ってやつで、はい、1月の、はい、その初戦でゆりやんちゃんが始球式やったんですけど、はい、実はあの定期的にイベントやってるんですよ。うんうんうん。で、あの、まあ、落語家さんが出たりとか、いろんな芸人さん出るんですけど、その中で、はい、なんと、はい、我々コラメで出るのが、はい、抜擢していただいて、ありがとうございます。マジっすか。8月の28日ですね、はい、日本ハム戦、はい、まあ、一応、小畑のお兄さんと一緒に出るんですけど、あ、マジっすか、はい、なんか野球ケースをやるとか、やんないとか、なんかちっちゃい子たちと一緒に戯れるみたいな、そういうイベントもやるかもしれないっていうので、野球教室、なんかそんなようなこと、記事に書いてあるんで、記事で知るんですか、はい、ネットの記事ですから、ね、それ、あのマネージャーさんが伝えてくれるとかじゃないですか、マネージャー、顔を見たことがいいの、ね、ていうか、見に来て、その試合。しかもあのユニフォームですよ、あのバキバキの派手派手のユニフォームを着て、ああ、ただね、背番号とか名前も入れてくれるかもしれないです。ちょっとマジっすか、それ平八郎って入れましょうよ。いやいや、あ、でもうちの相方に平八郎入れさせましょうか。 あ、それお願いします。一応8月の28日にですね、ライオンズのお仕事をいただいたんで、もしよかったら来ていただけたら、あ、声かけてください。じゃあ、あの、すいません、伊藤さん、あの平八郎って背中に入れてください、よろしくお願いします。でも伊藤君、カイジって言う。確かに確かに、それはそれはそうだな。あ、球場だったら声かけてください、お願いします。ああ、ぜひぜひ、これは僕からもお願いします。うちの応援をよろしくお願いします。お願いします。というわけで、まあ、本日の動画は一旦これでいいで締めさせていただきます。あざす。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。